タイゾー。おう、千葉、部活決まってんじゃん。寒い。そろそろ雪かな。あ、タイゾーと千葉ちゃん、本当に送んなくていいの？平気平気、気をつけろよ。やっぱ泰造の家だよね。こっから千葉ちゃんが出てくるってことは、泰造と千葉ちゃんが付き合ってるんじゃないかなっていう俺の予想を。嘘だろ、だって部活しか頭にねえじゃん、あの二人。だから気が合うとか。けどそんな雰囲気あったっけ。いや、ないない。いいからさっさとプリントやりなさい。はい。先生、掃除してて遅れた。ああ、いいよ。千葉さんもこれやってね。はーい。何？ああ、千葉も宿題忘れるんだなって。もしかしてお前もバカ？サンバカと一緒にしないでくれる？やってあったけど忘れたの。昨日はちょっといろいろあってさ、ぼーっとしてた。いろいろって何かな。やっべえ、マジで。ほら、あのキーホルダーずっと見てるよ。あ、もしかして泰造からのプレゼント？ねえ千葉ちゃ ん、そういえば今日遅刻もしてたよね。なんかあったの？来た膝に違和感あって病院行ってたんだよね。ま、なんともなかったんだけど。ふーん。ふーんって、お前もっと聞けよ。いや、でもなんか。おい、サンバカ終わった？全然まだだわ。泰造も宿題忘れたの？いや、間違って物理のノート出しちゃったさ。先生、取っ替えて。はいはい。あれ、千葉もいいんじゃん、バレー部は？ん？休み。おお、マジか。いいな、俺これから西高だよ、練習試合。頑張ってね。あ、じゃあ俺もう行くわ、の前に。ちょっとケイチ、いい？あ、何？これはケイちゃん聞くチャンスだね。何を誰に？片倉、何の話してたの？泰造がね、エロ本返してきた。それだけ？あ、そうだよ。気になっている。おっしゅ、早くプリント。暗くなってきたし、終わったら車で送ってあげるから。だっけーだっけねえ兄ちゃん、どっか寄ってこうよ。どっかって、まあいいけど。ねえ、千葉ちゃんもいい？オッケー。じゃあ決定。おー、久々に来たわ。千葉ちゃん打てる？もち。おごりイエーイ。元野球少年なめんなよ。そうなの？小中時代やってたんだって。こないだケイちゃんに打たれてたけど。別にピッチャーじゃねえし。もっと前出て、右足の親指に力を入れてたって。はい。体より前でボールに当てる。はい。片倉先生って強ポンには優しいよね。ねえ。打てるかな、久々だし分かんないな。嘘だよ、こないだ飲み会の帰り行ったって言ってたもん。ケイチうるさい。俺も買おう。あ、そういえば膝大丈夫？平気平気。でいうか、ほんと気のせいだし、きっと仮病みたいなもんだよ。仮病か。そう、今日も部活って、もトレーニングの日だけどサボっちゃった。こないだね、試合で私ミスしまくってさ、ありえない負け方したんだよね。
それでちょっと落ちてて、だから今日リフレッシュできてちょうどよかった。気分転換になったよ。ならよかった。さっき泰造が心配してたんだよ。千葉さ、最近調子悪いみたいなんだよ。けど俺部活休めないしさ、できたら代わりに元気づけてやってくんね。あとこの本趣味じゃなかったわって、なるほど。あいつほんといいやつだよね。うん、昔からあんな感じ。じゃあまあもうちょい打ちますか。千葉ちゃんも140やれば。へえ、できるかな。みんな終わった？帰るよ。はーい。ないんだけど。何が？財布？キーホルダー。え、ついてるよ。違う、バレーボールの。ここに一緒につけてたの。ああ、あれね。大事なものだったり。もらいもんなの。やっぱり。どうしよう、どこかで落としたんだ。どのくらいの大きさのもの？握り拳くらい。結構大きいね。それくらいなら落ちてても目立ちそうだけど。車の中かもね。見てくるよ。俺こっち見てみるよ。私あっち。ない、ない。くそ、どこにもない。やっぱり私には向いてないってことなのか。もうしょうがないか。あ、千葉ちゃんあった？いや、ないわ。車にもなかった。こっちも。もういいよ、ごめん探させて。帰ろ。何言ってんだよ。いいって顔してねえだろ。泰造からのもらい物なんでしょ。泰造？違うの？千葉、千葉ちゃん。はい、これ。これから頑張ってね。うちら離れても応援してるから。違う、別の大事な仲間からもらったものだよ。そうだったんだ。じゃあなおさら探さないとね。もっと探せば見つかるよ。駐車場にあるかも。転がって変なところにありそう。自販機の下も見てみよう。ほら千葉ちゃん。そうだ、あれはなくしちゃいけない。だってこれからの私の励みになるもの。だからお願い、見つかって。やっぱりない。どうしてだろう。大事なのに落としたことすら気づかないなんて、本当に私バカじゃないの。千葉よ。泰造。え、それ私の。なんで持ってんの。学校の駐車場に落ちてた。え、学校？試合から戻った時見つけてさ、大事なもんらしいって聞いて持ってきてやったんだ。ほい。いいな、バッティングして遊んで。ありがとう。いろいろさ、辛いこともあると思うけど、千葉なら絶対できるよ。頑張ろうぜキャプテン。うん。先輩方すみません、少し不安で自信なくしてたけど、根性入れ直してこれからも部活頑張ります。いや、お騒がせしました。ごめんね、迷惑かけて。学校に落ちてたとはね。千葉ちゃんがキャプテンなのもびっくりした。すごいね。泰造もだけどね。それでいろいろ相談に乗ってもらったりしてたんだ。大したこと言ってねえけどな。そんだけ。俺二人ができてんじゃねえかって思ってたんだけど。ない、ない、うちら脳内部活だから。お似合いだけどな。ねえ。ちぇ、バレちゃってたか。ん？おお、雪降ってきた。おお、マジだ。寒いはずだよね。寒くても部活は燃える。さすが。